はい、どうも皆さんおはようございます。豚が超大好きな男アリゾーです。さあ、子豚を放牧地に放してから3日目でございます。どうなってるのか早速見ていきたいと思います。 Here we go。 昨日寝床にしていたところにはもういないですね。ね、前回のということは水場の近くにも見当たらない。もしかしたら昨日あれだけ苦労したけども豚小屋の中にいるかもしれないです。いないですね。あれ、どこに行ったのか。あ、ありました。また寝床を変えてね、まだ豚小屋ではなく。ちょっと早速行ってみましょう。ということで、向こうからここに寝床が変わりました。3日目にして水飲みました。なかなか豚小屋に行ってくれないんで、ちょっとね、目の前に餌を置いてみました。ただ爆睡になう。結構ね、来てから放牧地の草木を食べたりとかしてるんで、まあ水もしっかり飲んでるし、まあ大丈夫かなと思ってるんですけども、やっぱちょっと餌もしっかり食べてほしいなということで置いたんですけど、寝てる。爆睡なう、爆睡なう。はい、ちょっと作業してて気づかなかったんですけど、餌に気づいたようです。食べっぷりすげえ。あとは寝床だけやな、マスターは。いくいっぷり。あれ、来たやろ。昨日もね、まあ、ちょっと持って行ったんですけど、ちょっと食べてただけやったんですけど、今日はさすがに腹減ったんでしょうね。本気食い、食い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 。以上、ちょっと今日はさつまいもを取りに行かなきゃいけないんで、串間まで家を教えるのはまた今度にしたいと思います。では皆さん、また会いましょう。 See ya! Day 3!